YouTube へようこそ、最後まで見てってね。それでは、いってらっしゃーい。皆さん、こんにちは。リナです。今回は、ぬいぐるみ紹介していきます。最初は、白熊組。エアコンを買った時、プレゼントでもらいました。物を入れてます。次は、ディズニー組。オラフ。プーさん。有名なミッキー。ディズニー組は以上。 お次は犬猫動物組。キリン、動物園で買いました。ウサギ、フィリピンで買いました。犬ちゃん、こちらもフィリピンで買いました。でかい猫ちゃんはジョイフルで買いました。リラックマの白猫ちゃん。次は恐竜組。ワニだけど恐竜みたいなので恐竜組にしました。ドラえもんの映画を見たら、 欲しくてゲームセンターで撮りました。これみたいに手とか入れられます。ずっと入れるとあったかくなります。左側だけでこんなにあります。次はクマちゃん組。アダムっていう名前です。寝てるクマちゃんです。スタークマちゃん。レインボークマちゃん。次は誰かな誰にしようかな 誰が出るかな誰が出るかな気配を感じるー。あ、見つけた。あなただね。パンダ組、リラックマパンダ。お友達、チビパンダ。お次は、機械組、ウーモ。リズモ。次は誰かな見つけた。シーワールド組、アザラシ、ペンギン。 どちらもホームセンターで買いました。ペンギンに関係ないんですけど、私リラックマとかパンドがめちゃめちゃ好きなんです。ありすぎてメイクとかにもあげたりしています。ベッドが埋まるくらいです。一緒に寝たいけど寝るスペースがないので大きい箱に入れてます。シーワールド組は3体なのでもう1体。隅っこのペンギン。 ゲームセンターで3000円で取れました。お顔眺めてください。リラックマは少し友達が分けてくれました。リラックマが出てきたので、今度はリラックマ組。バッグみたいなのが2つあります。ここで8つあります。春夏秋冬それぞれ買いました。どんな季節でも可愛いのがあります。 バッグにもお顔つき、ふわふわです。次はハリネズミ組。左がラル君。右はタノちゃん。これで全部紹介しました。こんなにたくさんあります。気に入ったものがあれば、教えてください。ぬいぐるみは古いのも、新しいのもたくさんありました。片付けるの大変そうです。 リラックマも、たくさんありましたね。改めて見ると、たくさんありました。改めてもう一回おさらい。白熊組。ディズニー組。犬猫動物組。三両組。恐竜組。 タンダ組シーワールド組リラックマ組。 ハリネズミ組。ここまで見てくれて、ありがとうございました。次の動画も楽しみに、してください。それでは。バイ、リナ。チャンネル、登録よろしくね。